おはようございます。お元気ですか？と嬉しいことがあったので、と毎日新しいことが起こるので、新しいことを決めていかなくちゃいけないんですけれど、一人でできないことはと一緒にやる人たちにこうしたいんだけどどうかなって伺いますね。その時にみんないろんなこうリスクを背負ってやることでも、と長くお付き合いしているお仲間と言える人たちが、もう全然いいよ、お任せしますとかって信頼して私に判断を任せてくれるっていうことが、もうすごく嬉しいことですね。信じてくれるって、信じてもらえるってどんなに嬉しいのかなって、私もとろいのでこうパッて言われて、わっては嬉しいとかってさっと返事ができなかったり、なんか間違ってることでもなんか変だなとか思って、こうじっくり考えないと分かんなかったり、すぐこうポンってきてポンって返せないの、もう頭の回転弱いんですよね。でもなんか後からじっくり嬉しいなって思っていて、もう雨なんか降っても毎日じとじとでも今日はすごく嬉しい、こんなことがあったってみんなに言いたいなって、そんな気持ちです。皆さんもそう、誰かを信じてあげるってとっても大事ですね。こんな時だから、全部いろいろひっくるめて信じてもらえるってことがどんなに嬉しいことか、そしていろんなことあっても信じてあげるってことがどんなに大事なことかっていうのを、考えます。はい、皆さん今日も、雨ですけど、ジメジメですけれど、いろんなことありますけど、良い一日でありますように。それではまた。